真珠湾攻撃ありましたでしょ。その後にミッドウェー海戦っていうのがあったんですよ。そのミッドウェー海戦で日本は国防官みんな逆、日本の方、軍隊の方は勝った勝ったって言ったんです。実際はあの時ミッドウェーの戦争で戦いで海戦で日本の国防官がやられちゃったんですよ。そしてその海のあれが守りが手薄になってだんだん押され押されて、とうとうほら硫黄島だとかサイパンとかそういう方を捉えるようになって、それで向こうの潜水艦じゃない航空母艦たちがこっちへサイパン島へ来てこっちへ基地を作るようになったら、今度東京空襲ですよ。